はい皆さんこんにちは村長です今日はブリューがバージョン1.4これになってからテキストから動画生成という超人気のメニューがさらに大幅改善されましてとっても使いい勝手が良くなっていますその部分を集中的にお話をしていきたいと思っています まあ、僕は今の時点ではもうバージョンというバージョンです今日の時点2023年8月14日の時点ではこれが一番最新ですので皆さんも1.4.2にアップデートしましょうそれでは早速お話をしていきます今画面にもう新規で作成という画面になっていますけれどもこれは一旦消します ファイルのメニューの新規で作成というボタンを押せばこの画面が出てきますここでテキストから動画を作成というのをやってみますここでは今画面に出ていたブリューのプロジェクトを保存しなくていいか保存した方がいいかこれを聞いてきますので今は保存をしないにします ここも大きく変わりましたね。画面の構成を後から決めていたんですが、先に決めるように変わりました。YouTube の16対9の動画を選択します。次へを押します。次はスタイルをどんな風にするかというのを聞いてくれます。ここで例えばプロモーションビデオを作るんだというのであればこういうやつ。 子供向けの物語的な動画を作るんだったらこれとかいうふうにできます。またこの対策というのは通常チャット g p t とかで文章を作る時ならばこんな動画を作りたいというのを事細かくプロンプトに打ちますよね。でもブリューはそんな感じではなくって タイトルだけを入れて動画を作るのでですね、今までは自分の目的と少し違った感じに出てくることが多くて、皆さんの要望がたくさんあったんだと思います。そして、毎イ動画スタイルというのも作れます。その作り方、説明します。毎イ動画スタイルという風にしまして、僕は1個だけ音楽動画というのを作っていますが、オリジナル動画スタイルを作る というのを押しましてここでタイトルを入れます例えば自分の歴史あるあるという風に書きましたこのタイトル名は何でもいいですほとんど意味がありません目安のためだけです僕も今 DTM あるあるというシリーズをやっていますがまあ、そういう時に使うための一つのスタイルという風うなものを作りたいと思いますここで 動画スタイルの説明をしますじゃあここで自分の歴史を伝えるための電気風シナリオこんな風に書きました例が分かりにくい時はここを押すとこういう風な書き方があるよというような参考も見せてくれますそしてここで「次へ」というふうに押します書きのサンプルキーワードをクリックして文章に挿入してみてください といいう,うになっています。ですから300字前後の YouTube 動画の台本がこういう見出しのような形で台本の作成をしたいといとう,うに書きます。そしてサンプル的な文章それをここに貼り付けたりするとより的確な文章を作ってくれたりします例えば僕が台本に使っているような文面がここにありますので これを貼り付けたいと思います。全部じゃなくて一部分でいいと思います。そして、このしたいと書いてあるところを少し編集をしたいと思います。 作ってください、うん、こんな風に書いておきましょうそうしまして次へという風にしますはい、例は入れてありますここはもしかしたら表現がバグ的になっているかもわかりませんがこのままスキップで進みます例を入れるにするとまた戻ってしまいますスキップはい、このようにして次は AI の音声は 誰で行くか遅く春る人となってますがこれ変更しましょう男性の春る人もしくはハルトと読むんでしょうがこれはフリーですので僕はこれを案外気に入って使っています速度が遅くになっていますが標準に戻しておきます音量の確認をします音量は普通音量になっていますはいこれで確認をしますすると戻ってきました 画像やビデオはどんな感じにしますかということになっていますが今は赤イラストビデオを含むになっていますこのように写真風とかそして 3D モデルとかこういうようなものを選択できます写真を選んでおきましょうそして色調は黄色そしてビデオを含むという風うにしておきますこれを選択したら閉じるを押してください 次は BGM もジャンルを選んでください。楽しいというのにしておきましょう。いわゆるどんな風に画像を出してほしいか、そして AI 音声は誰を使うのか、そういうのを事前に登録しておけるようになったということです。これで完了をすると自分用のスタイルが出るわけです。ちょっと前に戻ってみましょう。 すると最初は皆さんこうやって動画スタイルというのでいくつかのパターンが出るんですが「マイ動画スタイル」と選んで自分の歴史あるあるこれを選んで次にやると自分用のスタイルで文章を作ってくれるということになります。ここでタイトルを打ちます。はい「夏休みにお墓参りをした」というふうに入れました。 ここにもおすすめのテーマというのがあります。これはもうテーマすら思いつかない方にはこのようにして出てきてくれますし更新を押すとまたこんなテーマがいいんじゃないかなというふうに自分の入れた文言にプラスアルファしてくれるわけです。じゃあここで夏のお墓参りの思い出家族との感動的な再会これを押します。すると、 このようなテーマが表示されました。そしてここで AI で作文というふうにします。もちろんもう台本がある人はこの下のエリアに貼り付けてくれたらいいです。じゃあ AI で作文しましょう。先ほど自分が書いたやり方、これに合わせて作ってくれています。こんなような文章ができました。もっと長い文章が欲しい場合、 今のところ783文字です。これをもう少し追加するときは続きを書く。このようにするとまた編集をしてくれます。このようにプランをアップデートしてほしい旨の広告が入りますが、これは消しておけばいいと思います。アップデートする方はアップデートしましょう。これで完了というボタンを押すと自動生成がスタートされます。はい。このように これもある意味の PR なんですけれども無料バージョンで使える枚数というのが決まっています100枚の画像まで生成できます月をまたぐまでは100枚を超えたらですねできなくなりますのでそこはご了解くださいそして確認をしますそして完了この画面が出たらしばらく待ってください 選択した画像に合わせて構築をしています。できたようですね。じゃあちょっと一部分だけ聞いていただきましょう。もう少し画面を大きくしておきます。ここで今回のバージョンアップでですね、何分何秒のところから見たいというようなことがここで入力できるようになりました。ここを 押して時間を入れると0.30秒このように入れましょう半角文字で入れてください文字が見えにくいですがこのようにして入れることができますこれ背景の色をちょっと変えてほしいですよね自分の好きな時間から再生ができるようになりますがこれはあまりいらないですね 大体のところへカーソルを持っていけばいいし聞きたいところからあれば右でクリックすればそこから聞けるわけですからあまりいい機能というふうには言えないと思いますまあまあそこは置いておいてですね最初からちょっと聞いていただきますタイトル夏のお墓参りの感慨深い再会家族との素敵な思い出今日は夏のお墓参りに家族と共に行ってきました 私たちは、個人を偲ぶ大切な時間を過ごすために、心を込めて家族で集まりました。お墓参りの前に、近所のお花屋さんで美しい花束を買いました。これから、大切な人への感謝や思いを込めて、お供え物としてお祭りします。はい、こんな風に動画が完成したわけです。本当に、このブリューのテキストから動画を作成という機能は素晴らしいですね。 ちょっとだけ基礎勉強のお話をします。最初にタイトルという風になってしまいました。これはですね、タイトルというような言葉はいらないですよね。こういう時の編集というのは、この鉛筆マーク、これを押すだけで大丈夫です。タイトルというところをこうやって消しましょう。そうしまして、このエンターマークのボタンを押すと、 これだけでトークが変わります。ただし、この声を女性に変えたいとか、そういうようなことがあれば、この音声設定というところから和者を変えたりとか、というふうに進んでください。でも、通常はこれだけでいいです。確認のために再生することもできます。夏のののお墓参りの感慨深いい再会。家族との素敵な思い出。このようになりましたので、エンターを押します。 できましたが字幕の方はまだ変わっていませんので字幕の方もこのようにして消しましょうこのようにできますしやはりいいところで開業しないとですね見た目が良くないですのでこのようにして2行に開業するとかなるべく体裁のいい字幕を作りましょう字幕の大きさなどは一括して書式というところから変更できます 基本書式となっていますので、この基本書式を全部一緒に変えるということができます。例えばもう少し小さめにしましょう。はい。これで全ての動画のところの基本の書式が変わっています。部分だけ変えたいときは、ここにチェックを入れた状態にすると、複数のクリップというふうになります。もちろん2つ以上。 こうやって選択をしておくと複数のクリップとなってこのクリップのところができるんですがこの左側のところの空白部分を押すとこの選択が解除されたら今度は基本書式いわゆる全てのクリップの変更をできるようになります。今輪輪郭郭がが青ですが輪郭を赤にししてみましょううはいこのような やり方ができるわけですその他にアップデートされたところをお話ししたいと思います AI の音声を作るときにこれはあまりあって欲しくないことなんですけれどもどうしてもエラーが出てしまうときがありますそのようなときにはエラーがあったということを明示的に表示してくれます音声を 作っている最中もエラーがあった場合は今画面にあるようなエラーとクリップそれが表示されるようになりました次のアップデートの箇所をお話ししたいと思います例えばここにプラスの絵を入れたいと思います画像そしてここの中からですね適当な画像を入れたいと思いますこのように入りました ちょっとこれを角の方にロゴのように置いておきましょう。このクリップには、このロゴと、そしてこの絵がですね、入っていることがわかります。今までは、これを一個一個しか削除できませんでした。このようにしてですね。でも、これを他の絵を入れたいという風になった時には、コントロールキーを押しながら選択することで、 2つ以上のアセットと呼んでいますけれどもこれを選ぶことができますこの状態で削除を押しますと2つともが消えてくれましたこれも何気に便利ですそして新たにテキストで AI を生成ということにしましてもう一度画像を作りますがここでまたこれも最新アップデートです 画をを作る枚数をここでで選択できますもしくはここの設定のところで先ほどありましたようなどんな雰囲気の写真が欲しいのか例えば水彩画というふうなことを選んでおくことができますそうしまして選択ができるんですが無料会員は今まで4つできていたんですが1つずつしかできないようになりました。 まあこれはしょうがないですね結果を見るというのを押しましょう右側のフリー画ドやビデオは今までと同じように出てきます無料ユーザーはこのように一つだけが出てくるようになりましたがどうしてもこれで気に入らない場合は結果を見るをもう一度押せばいいことになりますこのようにできましたらこれをクリックすると このように入れれます。全体に大きくします。もしくは今回アップデートして皆さんから少しクレームが出ている機能があります。この効果なんですけれどもここがバージョン1.4の時にこの拡大縮小がうまくいかない人がいてるわけです。でも今1.4.2の段階では治っていますので治っているというより 前のやり方にに戻ったとということになります夏のお墓参りの感慨深い再会家族との素敵な思い出はいまあカスタム効果は以前からもありましたのでもう少しズームするとかいうことであればこのように終わりのところをこうやって自分が一番見せたいところこのようにしておいて始まり というのをもう少し全体というふうにこのようにやりますと適用をすれば夏のののお墓参り感慨深いい再会家族と素敵な思出このようにできたわけですですからバージョン1.4.0とかの方は1.4.2今最新バージョンにアップデートをしてください次が最後のアップデートです皆さんは ここにですね、効果音とか入れたりするときは、どのようにしておりますか夏のお祭りの感慨深い再会。そこでビビーとか音を鳴らして、その後に家族との素敵な思い出というふうに喋るようにしたい。そのようなことがありましたら、この再会というところに空白を入れたいわけです。 これをよく知らない人はここで開業をしてこのようにクリップを分けてですねそしてここに空きクリップを入れたりしてやっていたという方もおられますがこれはめちゃくちゃ手間ですですから元に戻しましてこの隙間のところに空きワードというのを入れるんですその空きワードがショートカットキーに対応しました空きのクリップは コントロール B。Mac の方はコマンド B なんですけれども、からのワードの挿入はコントロールシフト B、コマンドシフト B。これで簡単に入れれるようになりましたので、コントロールシフト B 入れます。すると、このように空白ができるわけです。どれぐらいの長さの音を入れるかにもよりますけれども、ここで これをダブルクリックしますと、時間を決めれるんですね。2秒ぐらいの時間に変えておきましょう。そうしまして、今度は効果音、こういうものを選択します。どんな音がいいか。子供たちの家。えー、じゃあ、これを入れてみましょう。ちょっと画面が大きいと操作がしにくいですので、今度は小さめにしておきます。 先ほどのこの2秒のここをクリックしておいて、そして右側の子供たちの完成、これを選択して挿入をします。するとここにまで行きました。イエーイと言って、家族とまで行くということですが、これを3秒ぐらいにしておくとちょうど良くなります。はい。 これでこの音が3秒以内に収まりましてまだここ空白が見えていますので大丈夫ということです2.56秒の音声を入れたのでこのように少し余裕もあるということですこれを聞いてみましょう夏ののお墓参りの感慨深い再会家族との素敵な思い出 今日は夏のお墓参りに家族と共に行ってきました。このようにできるわけです。コントロールシフト B もしくは Mac の方はコマンドシフト B。これをやるとですね、デモでやりましたようにトークの隙間に空きのワードというのを入れれるようになります。このようにして真ん中に挟みたいものを入れていけば簡単に挿入ができますので。 このやり方もしっかり覚えておいてください。今回はブリューの1.4でアップデートもしくは1.42といった方がいいですね。必ず1.42にしてください。バグが随分取れています。もしかしたらまだバグというのは毎週毎週ですね。ブリューさんの方でどんどん改善をしてくれていますのでぜひとも ブリューを使っている方はですね1週間に1回ぐらいはアップデートがどうなっているかですね確認をした方がいいと思いますそれぐらい頻繁にアップデートをしてくれていますではブリューの最新バージョンを使って大幅に改善されたテキストから動画を作成するとっても素晴らしい唯一無二の機能ですねこれを中心に その他のバージョンアップもお話をさせていただきました。村長スタジオでした。